オスリアービアは、ロシア帝国の建造した、スクリューフリゲートである。官名は、クリコボの戦いにおける、ロシアの英雄、ロジオン・オスリアービアにちなんだもので、同時期に建造されたペレスベートと対になるものである。クリミア戦争の経験から、1850年代後半、ロシア帝国海軍は蒸気化、スクリュー化した軍艦の整備を急ぐようになった。 艦隊の中堅となる新しいスクリューフリゲートに関しては、1858年にスクリューフリゲート、ゲネラールイコールアドミラールがアメリカ合衆国で浸水し、一方、フランスではスクリューフリゲートスベトラーナが浸水した。これに続いて発注されたのが、45門艦オスリアービアと51門艦ペレスベート、57門艦オレークであった。この3隻は、 ロシア国内で建造され、最初に寄港したのがオスリアービアであった。オスリアービアは1857年3月3日、サンクトペテルブルクのオフチンスコへ海軍交渉で寄港した。1860年8月8日に浸水し、1861年に竣工してバルト艦隊へ編入された。搭載する蒸気機関は460交渉馬力で、 サンクトペテルブルクのカルルイ・マクフェルソン工場で1860年に製作されたものであった。1947年生まれのロシアの軍事歴史家、アレクサンドル・シロコラートの研究によれば、1862年から1868年の間、オスリアービアの上層甲板には60ポンド法、ナンバー1が1門、ナンバー2が6門、閉鎖砲座には、 ナンバー2が28問に搭載されていたとされる。1863年7月から1864年7月にかけては、ステパン・レソーフスキー海軍大正式化の自遠征艦隊に参加して、南北戦争中のニューヨークに赴き、大陸へのイギリスとフランスによる海上輸送の妨害任務に就いた。この艦隊はいずれも蒸気船で編成され、スクリューフリーゲート、 アレクサンドルネフスキーを機関に、オスリアービア、ペレスベート、コルベットのバリアーク、ビーチャシ、クリッパーのアルマースが参加していた。1874年10月19日には海軍を退役し、武装解除の上、売却、解体された。ありがとうございます。